荒野のストレンジャーは1973年に公開されたアメリカの西部劇である。監督、主演はクリント・イーストウッド。イーストウッドは町の護衛を依頼される西部のガンマンを演じた。また、イーストウッドの死でもあるセルジオ・レオーネとドン・シーゲルからの影響を受けている作品でもある。この映画の撮影はカリフォルニア州モノレークの岸辺で行われた。 脚本はアーネスト・タイリマンとディーン・レイスナー。タイリマンは小説版も執筆した。音楽はディー・バートンが作曲した。また本作は超自然の要素を含んでいる。ラーゴこの映画はマルパソとユニバーサルの共同制作である。脚本はフレンチコネクションでアカデミー脚色賞を受賞したアーネスト・タイリマン。作品の中に見られるブラック・ユーモアは セルジオレオーネの影響である。イーストウッドは撮影場所を探すため、オレゴン州、ネバダ州、カリフォルニア州を回り、最終的にモノレークでの撮影が決まった。舞台となる街のオープンセットは、40人以上の技術者と10人以上の建設関係者によって18日かけて建設された。また、ネバダ州、リノのウィネマツカレークとカリフォルニア州、イニオナショナルフォレストで、 追加撮影も行われた。最終的にイーストウッドは本作をわずか6週間で撮り終えた。鉱山によって成り立っている小さな町にある日正体不明の流れ物がふらりと立ち寄る。彼は絡んできた3人のならず者を瞬く間に撃ち殺してしまうが臆病な町の住人たちは流れ物を咎めもせずただただ困惑してしまう。実は殺された3人は 一年前に、町で捕まえて、刑務所に送っていた三人の無法者の復讐に備えて、住人たちが雇っていたのだった。時間も当てもない町にとって残された手段は、この流れ物を雇って三人の無法者に備えることしか、ない。彼は当初は渋っていたが、何でも言うことを聞くとの申し出に、この何やら、曰くありげな町の護衛を引き受けることにする。一安心した住人たちだったが、 彼の出し始めた命令は、住人たちの当惑するとんでもないものばかりであった。流れ者は、正義を貫こうとして、非合の死を遂げた元保安官の墓標が立ったことを見届けながら、町を去っていく。アメリカでは1973年8月に公開され、当時800万ドルの興行収入を得た。これは1970年代に制作された、西部劇で11番目に、 多くの興行収入を得た作品である。当初、出演のオファーを受け、脚本も受け取っていたジョン・ウェインは、映画公開後、イーストウッドに本作を評価した手紙を送っている。ただし、その内容は、映画の町民たちは、実際のアメリカ先駆者たちの精神を持っていない。アメリカの偉大なる精神をだというもので、本作に難色を示している。評論家からは、 賛否両論の評価を受け、サタデーレビューのアーサー・ナイトはイーストウッドについて、シーグルとレオーネの作り方を吸収し、レオーネと彼の独特の社会観が融合していると述べた。現在、ロッテントマトズでは96%の高評価を受けている。ありがとうございます。